ビンジガジャス JJ チャンネルです。今日はですね、 LGBT 理解増進法について動画上げたいなと思います。なんでこのタイミングで僕がこんなような動画を上げるかっていうのはちょっと考えたらわかりますよね。そうです、猿之助の事件とこの法案の方向性っていうのが関係あるのではないかということでピンと来てない人が多いんですね。で、前回ですね、裕次郎さんのいわゆる霊視鑑定のしてもらいましたよね。猿之助の見てない方は前編後編見ていただいたらいいと思うんですけど、僕自身はそれでなるほどと違和感合点がいったという話をしましたが、これ理解できてない方がいらっしゃるんですよ。なのでちょっと今日はですね、その LGBT 法案理解増進法、ね、理解増進法って一体何やねんというところと、ちょっと猿之助の事件での違和感、僕はですね、これ一家心中ではないっていうのが僕の感じる違和感から見えてるので、それも軽くお話します。編集なしで、これ朝早朝に撮ってますから編集なしでお話しますね。まずですね、この理解増進法っていうのは性自認なのか、それとも性同一性障害なのか、この二つの議論なんですよ。そしてですね、このジェンダーアイデンティティっていう世界の、いわゆるこのジェンダーアイデンティティと日本のこの、性に関する性同一というね、このものに関するものすごく今開きがあるんで、これ日本世界に追いつけよということで、今自民党が頑張ってるということなんですよ。これどういうことかというとですね、例えばこの動画を見ている方ね、ひょっとしたら僕もそうかも分かれへんけれども、私はどうもですね、男性よりも女性向きかなっていうふうに思って生きてきたとね。そして、まあこれまあはっきり言うて、でもそんな風にして体を変えようが何しようが女性になることは日本では難しいですよね。これ医者二人の承認がないと、日本では戸籍をね、男性から女性へ、女性から男性へ変えることはできないんですよ。ところが海外はですね、自分が、私はもうジェンダー、もう女性やねんって言ったら男性であっても女性に、戸籍を変更できる。女性であっても男性に、もう要するに自己申請ですね。要するに自分が辞任していれば変更できるということなんですよ。で、でも日本がそれはできない。この差をなくせっていうのが簡単に言うたら、LGBT 法案の理解増進法です。まずは幅広く国民の皆さんに、この問題、差別をなくしましょうという考え方で、時間をかけてやっていこうという流れの中での法案なんですよ。例えば、スコットランドでは、確か4歳から変更できたはずです。で、16歳から、ただスペインがったかな、スペインは16歳からもう自分が、変更したいって言ったら誰の承諾もなしに変更できるんですよ。で、いろんな問題がね、これね、言われてますよね。例えば、私はもう自分で性自認してると。だからね、まあ男性やけどもね、勝手に女風呂入んねんと、ね、女子トイレに入んねんと、ね、それはやめてよっていうのが日本の考え方ですけれども、でも海外ではそれが許されてるんですよ。ね、例えばカリフォルニアだったらこれ裁判で勝ってますよ。どんなことがあったかというとですね、女用のスパに、チンチンぶら下げた男が入っていくんですよ。ね、入っていってキャーってなるけれども、いや私はジェンダーだと女性だと言ってそのままスパにいたと。で、ほんで、半立ちしてるとかしてないとかって、こんな話になったんですよ。ごめんなさいね、朝から下品な話で。それで訴えたんやけれども、でも、それはね、成立しなかったって、こんな事件もあるんですよ。それとか、アメリカの水泳選手で、190センチぐらいあって、で、一物もついてんのに女性用の水着を着てですね、水泳の大会に出て、ね、金メダルを取りまくってると。ね、でもこれもですね、俺らからしてみたら、まあ、男やろと思うねんけれども、本人はちゃんと女性として選手に、として出場して認められてるんですよ。ね。ほんで、女性の選手団のところに着替える時もフルチンで着替えてて、で、これも苦情が出てるっていう状態もあるんですよ。だから世界でそんなことがいっぱいあるんですけれど、ね、日本ってそういうことが報道されてませんよね。
だけれどもですよ、日本もね、男性用トイレからのこの立ってする便器をなくそうとかね、だから男性と女性用のトイレはもう今も始まってますよね、このトイレは男女共用ですって無理やりしていってるような方向性、このようにですね、いわゆる差別をなくそうね、要するに、性同一性障害、また日本でこの障害という意思というね、医学の中では障害やとされているものを撤廃して、性自認、自分がもうこうやというふうに性自認を思ったら、もうそれでええんやと、あなたはそれで性はもう男性でも女性でも変えれるんやっていう、この大きく、まあ言うたら分かりやすくとも着地点はそっちなんですよ。ね。これが、いわゆる、まずは国民に広くということで理解増進法っていうのが、今回ね、サミットで注目されたんですけど、まあ、通りませんでしたよね。なかなかこれ日本では難しい。ね。こういった中で、の事件なんですよ。ね。だけどどうやろね、日本でもね、これがどんどん認められていったらね、これを逆手にとってね、自分はこっちが好きやのにね、俺は、性自認してると俺は女性や言うてね、普段から女性の下着をわざと着て、ね、ほら、私ちゃんと女性の下着着てるでしょ、言うて、女風呂に入っていったりするやつがおる可能性が非常に高いと。まあ、こんなことが言われてるんですけど、絶対おるよね、そんなやつね。でも海外ではね、そんなことが認められてるんですよ。スパでもサウナでもね、もうこっちの人がバーッと入っていけるようになるんですよ。あ、なってるんですよ、もうすでにね。世界の流れってそうなんですよ。これで日本が遅れてるって言われてるんですよ。こういう背景の中で、まあ、今回、猿之助自身のね、この事件そのものが、そういった世界でこういったね、LGBT であったりとか、こういうものを大きく決めている組織がありますよね。例えば分かりやすく言ったら、環境問題がそうですよね。このオゾンをね、オゾンじゃないわ、二酸化炭素、地球温暖化っていうものに関して、ね、世界で協力して売り買いできるようにしよう、CO2 の排出を少なくしようなんていう動きも、ね、あるところが大きなことを決定して世界がその方向に進んでますよね。ね。で、まあ、これと同じようなことなんですよ。世界がこの方向に進もうとしている大きな力が働いている。で、なんでこのジェンダー問題ね、こんなに大きく世界が動かされてるかっていうところの、この本当の真実っていうのはまだ分かってませんけど、なんとなく想像つきますよね。多分こんなことじゃないかっていうのね。で、まあ、ちょっと猿之助のね、これ事件に戻りますけれども、猿之助がやっぱり飲んでたんはね、さ、何百錠もバケツいっぱいの薬なんか飲まれへんって僕言ってたでしょ。だからあれもともとですね、もともとっていうか、ちょっと出ましたね、サイレースっていうやつみたいですね。これはもうほんま10錠ぐらい飲んだらピーンっていってしまうと、意識朦朧して記憶もなくなってっていうね、非常に危険なですね、睡眠導入剤だったということが分かってきましたよね。だからこれ一体誰が仕入れてん、誰が持ち込んでんという話なんですけれどもね、ちょっとこの事件ね、不審な点だーって言っていきますね。まず女の声が9時に聞こえてるっていうことね。ね、そしてですね、この両親のいわゆる死亡推定時刻が全然違いますよね。お母さんは死後硬直が始まって2、3時間って言われたけど、これ10時間ぐらい経ってたっていうことも分かってきました。で、お父さんは病院でということですよね。で、これもおかしい。なんでこんなにね、もしも一家心中とするならば、これおかしいんですよ。お母さんは10時間前、お父さんは病院で、猿之助は生きてた。これ一家心中ある？ないよね。ね。まあ、ここが違和感です。ね。そして、だからこの時間、まあ、この事件を鍵解くにはね、本当の考察ということに行けば、この時間軸を、なぜこの時間軸なのかということを追求していく、この違和感を追求すると、真実が見えてくる可能性があるんですよ。ね。17日に、記者、ね、この女性セブンの記者が猿之助を直撃している。18日の直前、まあ17日の夜ですね、家族会議が行われた。ね、そして18日の0時過ぎに薬を飲んだとされてます。ね、そして朝の7時に猿之助は電話をした。そして9時に女の悲鳴、10時にマネージャーが駆けつけたということですよね。これも違和感ありますけど、7時に休む言うて電話した。この情報は後から出てますけれども、初めはそんな情報なかったですよね。初めは劇場に来えへんから、ね、マネージャーが見に行った発見いう話だったけど、今はちょっとこんな風になってますよね。7時に電話した。電話した。行かないって電話した。なのになんで10時にマネージャー行ったんと。これもしこれが真実だとしたら、僕
こはね、マネージャーが、まあ、あんなして、体が調子悪い言うてるからね、ちょっと、自宅に心配やから見に行ったんちゃうかということも考えられますよね。まあ、この辺の違和感、そしてもう一つはですね、やっぱり猿之助が生きていたっていうのが一番の違和感です。だってね、まずこれ、時間が、こんな10時間も違うわけないんですよ。なんでかって言ったら、今報道されてるのは、猿之助がビニールかぶせたって言ってますよね。ビニールかぶせたんやったら、同じ時刻になくなりますよね。そして、もしもですよ、皆さん一家心中するんだったら、どんな風にお亡くなりになりますか？そんなバラバラにしませんよね。自分も一緒に、家族と一緒に同じ場所でって考えませんか？ね、ビニール袋でやった後、自分もすぐに、その横でとこうなりますよね。これもちょっとおかしい。3人の時間も違うし、場所もバラバラいうことですよね。そして、もう最大の違和感は遺書ですよね。この遺書ね、もうすぐに発表されたでしょ？ M さんに。ね、こっちの M さんにね、もうごめんなさいね、これして原因やね、僕ってね、この M さんにお金を全部渡す、愛してるよという遺書がすぐ発表されましたよね。これも一緒なんですよ、これ山上の事件と安倍の事件と。安倍の事件もすぐに発表されましたね。政治的なね、恨みは何にもないんや、言って。ね、これで宗教がいきなりバーン出てきましたよね。ところがどうですか？これ、山上の一番大事なことは、消えた10年間、報道されてない。この10年間、事件までの10年間、何で食ってたんや、どんな仕事をしてたんやっていうこと、一切報道されてませんね。でも分かってんのにということですよね。分かってんのになんで報道せえへんねって言うと、報道したらまずいことが表に出るから報道しないということになりますよね。今回も同じなんですよ。ね。そういうことです。なんで遺書がいきなり出たんやということ。この遺書の M さん、未だに行方不明ですよね。この人は事件に関係している。ね。なんで関係していると言えるのかというとですね、ちょっと考察、そんな深くは関係してないけれども、間違いなく、関係していると思いますね。で、もう一つはですね、これ、クローゼットというキーワードがありますよね。このクローゼットというキーワードでイメージできる芸能人の死になぜクローゼットが多いのかということを考えてみてください。ひょっとしたら同じメッセージがここに隠されているのではないかということですよね。まあ、いわゆるですね、この事件って違和感だけでももう10個ぐらいあるんですよ。ね。だけれども、これを今メディアで報道をね、これされていることっていうのはだん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 ある方向に向かっていってるよ。なんでなのっていうのを前回のこの霊視の、いわゆる裕次郎さんが言ったことなんですよ。それで僕はこれ仮点が言ったんですよ。ね。つまり僕はね、その中でね、こう思ったんですよ。ね。猿之助はたまたま、こう生きてたところを発見されたんじゃなくて、これは生かされてると思います。なぜならば、まだ使い道があるからなんですよ。どんな使い道か、先ほど言った、この、増進法、LGBT 法案は長い時間をかけて日本を変えていく。ね。これはこっからあくまでも今後ですよ。ね。猿之助に関してはですね、ある意味次ですね、次の段階ではいろんな発言をしていくと思います。私は、性的なことで悩んでいたとかですね、こういった障害を持って生きることは非常に辛い。つまり、そのようにあれだけ有名な人でもこんな悩みを抱えて、お父さんとかお母さんをやってしまう、無理心中をしてしまうような大きな問題があるから差別をなくしまそうとつなげるね、ような流れの中に一役買うんじゃないかという考え方も今ある。ただですよ、要するに生かされてまだまだ使えるという考え方があるんですけれども、あくまでもこれは考察ですからね、真実は分かりませんよ。だけど闇があることは間違いないです。この時間ね、おかしい。そして一家心中も考えにくい。そして動機なんですよ。やっぱり事件を見るときにこの動機というものでね、が一番大事じゃないですか。そしたらね、じゃあ一家心中と思ってる方ね、動機なんですか？動機、え、自分がこっちやということがバレた、パーティーやってるのがバレたから、そんなん動機なんでしょ、家族全員の。だってそんなことも周りの人みんな知ってたもん。そうでしょ、普段からそういう生活してるわけだから知ってるわけやから。ということは何があったん、そこまで追い詰める何があったん、誰に脅されとったん、誰の言いなりになったん、誰にマインドコントロールされたん、これ山さんの事件とそっくりやんいうことなんですよ。今のところはね。だけどもうちょっとしたらいろんな情報出てきますよ。この情報と逆の方を見てください。面白いことがわかると思います。ちょっと朝からのね、動画にしてはちょっと長くなりましたけど、無編集でお送りします。以上 JJ チャンネルでした。